はい、ホロライブのオマル・ポルカと申します。おー、はじめまして。よろしくお願いします。はじめまして。はじめまして。すごいいろんな縁からね、こうなったと思います。いやいや、私もね、ずっとね、ポルカさんとね、喋るタイミングを見計らってました。え、でも友達と思ってたんだよね、勝手にな。うん、だからポルカも今、タメ口になってしまっただってツイッターでめっちゃいるし今日も低気圧に負けてるなって見てる。低気圧に勝てる人ですか？全く勝てない人です。あ、だいぶポルカちゃんより。なんかしんどいっすよね。なんか耳クルクルしたら治るとか言うやついるけど治らなくないですか？ならんならんならんよね。ならんならんすごい、なんか初めて喋った感じ全然しないな。初めてなんすよ なあ、いやもうわかんない。え、どうすればいい。なんかウィーママっていうのはなんかホロライブの人だよとか言われるし、うん、よくわかんないんだよなポルカも。なんか、うん、ホロライブの人って言われるけど、そのいきさつが多分ポルカが、うん、入る前とかから絡み始めているので。5周年おめでとうございます。あー、急にありがとう。でもなんでそのホロライブになっちゃったの？いや私もね、いや全然ホロライブじゃないがって今も思ってるんだけれども、うん、多分あのスバルのママをやっているからなのと、だからか、あとあのオタクの事務所のチョコセンとかがすげえね、うん、仲良くしてくれるの。だからか。そうで、なんかワタメが勝手に私の必殺技みたいなのをばらまいてるんだよね。よくないなそれは。よくないよね、ちょっと。よくないな。怒っといてくださいよワタメに。ダメだよ。でもそうだ、ワタメと声が似ているみたいな、そういう感じの。そう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 。そういうところだった気がする。そう、なんかじわじわホロライブの方となぜかありがたいことに縁ができているうちに、うん、なんか勝手にホロライブみたいな切り抜きでも間違ったタグをつけられて本当に確かに今日もポルカこの逆突がされるんだろうな、ウキウキってしてた時にホロジュール見てた、うん、あれそういえばなんかウイさん、あれホロジュール乗ってねえな。乗ってねえよ。乗ってねえわ。いや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 、もうただの個人、ただのオタクですんでね。乗ってねえと思って今びっくりした。で、魔王様可愛いよね。魔王様可愛いよね。魔王様可愛いよね。好きな人？魔王様好きな人？好き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 。え、仲良くなろう。やばいやばいやばい。握手握手握手。今結構もうだいぶ馴染んできたけど、もっと片言だった時とかすごい好きで、わかる。もう本当にさ、聞くだけでなんかファーみたいな感じでさ、癒されていく、うん、猫ちゃん見てる感覚なんだよね。わかるよ。そう、幼い子供、インスタの曲聴いてる感じ。え、わかるわかるわかる。仲良くなれそう。そんなヤンナリさんがポルカちゃんに好きなおやつ聞きたいんですって、うん。いや、それ別にポルカって分かってないからね。最近、うん、スタジオ行ったら、うん、これあげるって言われてキャラメルポップコーン食べたから、うん、キャラメルポップコーン。キャラメルポップコーン懐かしみない？あ、なんか、ね、でもコンビニとかで売ってんの最近はめちゃくちゃキャラメルって感じで美味しい。そうな、え、味変わってるの？キャラメルポップコーン昔はもっとカスカスなイメージあってコンビニとかで。ああ、でも分かる分かる。キャラメルがキャラメルしてないみたいな。うん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 、うん、キャラメルのそのカリカリの部分が好き、うん、それともわさわさの部分が好き？私はカリカリの部分が好き。分かるよ、カリカリの部分で。分かるわ。じゃあちょっとポルカさんも次の方に質問を1個考えていただいても良いですか？だから好きなマスコットキャラクター、うん、サンリオとか普通に。あ、そう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 。小さい命、小さい命、うん、好きな小さい命は何ですか？え、ポルカちゃんあるの？え、最近もうサンリオさんのコギミュンですね。うわ、可愛いよな。いや、分かる。あの、ナリちゃん好きな人はね、コギミュン好きだよ。うるせえな。私も好きだもん。いや、コギミュンのちょっとなんか、うん、なんか人間臭いところが好きで。いや、あんなに可愛いのにね。あいつはちょっと人気投票の時に下がってると減らっちゃうから。わ、うん、かる。去年さ、ヘラツイート、ツイッターでさ、ヘラツイートしてて。ヘラツイートするんだよ、そう。あの、サンリオのキャラが。そう、サンリオのさ、そのパイセンと違うところなんで、クロミちゃんとか、その、マイミロちゃんとかと違うところで、うん、コキミンは、今日も人気投票がとか言い出すから。ねえ。お気持ちするから、可愛いんだよ。生っぽいよね。うん。ポルカちゃん、マジで初めて喋った感じしないな。いや、でもさ、あのゲームが、うん、あの下手なのが似てるっていう失礼ながらも噂を聞いたんですけど。え、私ゲームのレベルってって噂なんですけど。ん？ん？どういうことだ？ゲームが上手ってポルカちゃん。せーの。あ、なんか口がちょっと動かない。え、なんだろうこれ。あら、なんかどうしたどうしたどうした。え、馬が低気圧？低気圧かもなこれ。あ、低気圧ならまあ仕方ないか。ゲームが下手な人のそのレベルの度合いって何で測るんだろう。マリオはできる？マリオはね、できるよ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 。そうなんだよな。クリアはまだやってないけど。まだやってないってことだもんな。そう、まだやってないっていう。できないんじゃなくて、まだやってないの。確かに。あ、うん、
フォルカもマリオできるし、うん、あのクリアはまだあのまだやったことがない、まだ、あ、これからかなっていう、まあ長いからねクリアまではね、長いコンテンツだからこれからやっていこうかなって感じ。なんかマリオ並走勝ち地獄になりそうって言われてるけど、うん、あ結構やばいんですねポロカちゃんも。うん、あなるほどね、今度仕掛けに行こう、うん、いや遊び大全とかならいけますよ。え遊び大全うまいの？遊び大全うまいってなんかわかんねえけど、なんだ遊び大全うまいってなんだ。えなんか私遊び大全弱いんだよね。なんでなの？運が悪いのかも。ああじゃあ遊び大全なら勝てるかも。あじゃあ違うゲームで戦いましょう。ありがとうございました。うえありがとうございます。5周年おめでとうございます。すごい勢いで勝ってた。以上おまるポルカさんでした。なんか友達じゃない？私たち。あ靴下は枝豆柄ですって聞いてね。いいセンスです。いいと思ったら高評価グッドボタン、チャンネル登録お願いします。チュッ。